準々決勝当日を迎えた今日午前6時過ぎ、出雲市の浜山公園に大社高校の生徒たちが続々と集まってきました。野球部員を応援するためみんなで甲子園へ向かいます。ボルテージマックスって感じ自分たちの力を最大限に発揮してほしいです。後悔ないように全力でプレーしてほしい。もうヒット打って頑張ってほしいです。スクールカラーの紫色をした T シャツや応援グッズで準備万端です。でもすごく嬉しいですし、あの選手たちがすごく躍動してくれているので、私たちもしっかり応援したいなと思っています。大社やるぞ。応援に向かったのは生徒と教員合わせて実に450人、12台のバスで甲子園へ出発しました。